マンフレッド。もしもし。通報確認しました。数分でパトカーがそちらに行きます。あなたのお名前をいただけますか。もしもし。なんてことだ。死んでる。ああ、くそ。スコット。なんてこと。何してる。警察を呼ぶのよ。犯人はもう警察を呼んでいる。俺たちをおとりに使うつもりだ。今すぐここから逃げるぞ。どういうこと。私たち何もしてないじゃない。ただここにいただけよ。ショーン・マーズを見つけるにはもう時間がない。署で24時間も無駄に尋問を受けてる暇なんかないんだよ。じゃあどうするの。入り口を見張って、ここで触ったものすべてから指紋を拭き取る。急ぐぞ。すぐに警察が到着する。ローレン、どうした。誰か来たらまずいことになるぞ。マンフレッドの帳簿よ。殺された時ロイヤルの持ち主を探してたのね。放っておけ。逃げるのは先決だ。まだかかりそう。きっと警察がそこまで来てるわ。もう少しだ。よし、終わったぞ。全部拭き取った。落ち着いて。最後にもう一度見落としがないか確認する。よし、終わったぞ。全部拭き取った。できる限り拭いた。警察が嗅ぎつけることはまずないだろう。最後。あなたが店にいる時に殺されたというわけですか。ああ、彼が物を取りにオフィスに行って数分して様子を見に行った。その時死体を発見したんだ。すぐに警察を呼ぶべきでしたよ、シェルビーさん。そうすればわざわざ来ていただく必要もなかった。いいか、俺たちは事件とは関係ない。偶然居合わせただけだ。空いた時間を使って何も見てないってことを親切に説明しに来ただけだよ。探偵であろうとなかろうと街を出ないよ。また隣の部屋で死体を見つけたらすぐに警察を呼ぶように。いいですね。俺はこれはスコット CM。またトラブル。タイミング悪く居合わせてしまったってとこだ。心配するな。俺が片付ける。
昔のよしみでね。悪いな、カーター。オンに切るよ。今は何か調べてる。はっきりはしてないが、少し考えが。何か分かった暁には、もちろん俺に知らせてくれるんだろう。どこに行くの？君の家だ。これ以上は危険すぎる。いやよ、パートナーじゃなかったの？契約よ。契約は無効だ。君がどう思うと俺は方針を変える。何と言われようと君を家に返す。いいな。子供じゃないのよ。するべきことは分かってる。犯人を捕まえるの。邪魔はさせないわ。俺の言うことを聞いて家に帰るんだ。俺の仕事の邪魔をしないでくれ。車を止めて。なんだって？車を止めてってば。じゃなかった。このままにするわけにはいかない。犯人を見つけるためなら何だってするつもりだ。ローレン、あの子に、あの子に会いたい。もう一度この腕で抱けるなら何でもするわ。